日本武道館公演を成功させたボーイズグループニセモア。12月に控えた横浜アリーナ公演成功へ向けて新たな能力を手に入れるべく立ち上がった。ニセモアの朗読横浜アリーナ、お願いします。よろしくお願いします。そして今日はブルーベリーヒルズ厚木さんにやってきました。2人が訪れたブルーベリーヒルズ厚木はブルーベリー狩りが楽しめる農園。栽培しているブルーベリーは80種類以上。味の違いを楽しみながら自分の好きなブルーベリーが見つけられる場所なんです。青い、ほら、せっかくだからちょっと昔さ、猫舌でやってたとか、なんかこう自己紹介みたいな。みんなの笑顔でハッピース水曜イエロー、今川葵です。イエーイこの間初めてやっ、ね、お二人くんと、はい、あの食レポをやらせてもらって、うん、見た。いや見たよ、お二人くんが、うん、なんかあんだけなんか先輩ずらしてるというかなんかあんだけそんな、なんかあ、そうな、そんな、なんかできるっけみたいな。あれ、俺ら的にはすごいやっぱね、心強かったし、そうだよね、いろいろ引っ張ってくれたから、うん、なんかすごいありがたいなって思いながら、うん、もうおんぶに抱っこでバンバンザイだったんだけど、オープニングから盛り上がる中、謎の司令官からメッセージが届きました。今回君たちに身につけてもらうのは収穫アミニティ。美味しい農作物の魅力を伝える能力だ。今回も優秀な教官を派遣しているので、彼の下でしっかり学ぶように。気をつけ、えい、教官の木村だ、よろしく。よろしくお願いします。ます、あの噂で聞いたんですけど、はい、あの突然の警報。そうなんですよ、突然の警報。まあまあ、あの最初はね、形から入ろうと思ってやったんですけど、大事、あの猫下の OB がいるということで。やってたの猫下2年目の時なんで、うん、2018かな、6年前とか、うん、おい、ちょっとどのツラ引っ下げて教科なんてやればいいんだよご案内いただく渡辺さんに収穫のコツを教えていただきます。軸が赤くなり付け根が黒くなっているものが完熟だそうです。はい、ということで、はい、まあ、早速やっていこう。もう一回ですねリポートするものはたくさんあります。確かに、うん、思うままに頑張ってください。わかりました。それでは、よーい、スタート。行ってきます。はい、頑張ってください。ここで2人のリポートを見ながら3つのポイントを解説。一つ目は収穫の仕方を分かりやすく。案内いただく方へのインタビューも交えながら楽しさをアピールしましょう。赤くなってて完熟リングもできてるんで、ちょっとこれからつまんで、あ、ポッとすぐ取れましたね今ね。え、ここだけで80種類もあるってことですよね。そうですね、はい、その全部でトータルで言ったら何種類ぐらいあるんですか。世界中で400品種以上あるって言われてますね。2つ目のポイントは食リポ。食リポアビリティがここで応用されます。どんな味するのか、いただきます。あ、甘っ、甘い。自分が知ってたブルーベリーの世界が狭すぎる。3つ目のポイントは自分のキャラを前面に。これめっちゃうまいっすねまあなんか心なしかなんか目も良くなってきた気がするはい、本当に木村教官のお手本を見るまでもなく、そつなくロケをこなす2人。対して木村教官は、熟しているものを食べるのが美味しいってのは分かってるんですけど、はい、熟してないものを食べてもいいですか。あ、どうぞどうぞ。これ、あ、だいぶ根元から。本当に熟しているものポロッと取れるんですけど、全然ポロッと取れませんね、これ。いただきます。あ、なるほどなるほどなるほど、美味しくないと思われます。次どの辺になるんでしょうかね。2人と差をつけようとしてどんどん迷走する教官のリポートでした。ちょっとは歩くの早いですちょっと もうちょっと遅くしてください。これ突っ込む人いないからね正直、はい、教官から見て君たち素晴らしいリポートだったよ。むしろあの教官のリポートがちょっと怪しいなと思ったんですけどえ、僕も追試ってことですか。ここはむしろもうお三方でこちらのブルーベリー農園で食リポ対決をしていただければなと思いまして。
土俵が同じになったよ。そうですね、土俵が同じになったよ。一体こっちに来てもらいましょうかね。土俵が同じになったよ、はい、ということで共感とは。じゃあみんな食リポ対決頑張ろう。食リポ対決はブルーベリーヒルズ厚見さんのオリジナルのブルーベリードリンクで行います。それでは、こちらのブルーベリーミルクフラッペの方いただきたいと思います。こんなにブルーベリーが乗っかっててすっごい美味しい。これあのフラッペになってるんで一応ザクザクとこう混ぜると食感も一緒にっていうことなんで。あ限定、あすごい溢れるぐらいのミルクの量が。早速いただきます。うわ美味しい。ブルーベリーのその甘さと酸味がすっごいマッチしてて、あの混ぜることによってシャーベット状になってて、こうアイスみたいになってるからすっごいこれ美味しいです。あとちょっとこれ皆さんすみません失礼します。この間奥谷教官からね、拙者は大事だよって言われたんで、ちょっとこちらの方を。あ美味しそう。教官やりました。美味しい。これからの季節にぜひこのフラッペ美味しいと思うので、ぜひここに皆さんもこちらに来て食べてみてください。今日もうこれは奥谷くんにもうアピールするしかないと思って。はい、僕はですねブルーベリーサイダーをいただきたいと思います。この魔法の粉、魔法の粉、魔法の粉、マジックパウダー、魔法の粉をかけると、かけると、かけると紫色になるらしいんですよね。結構かけていいんですか。だいぶかけますね。おお、おすごいの、赤っぽくなった、ね、赤っぽくなって色変わった。なんかやっぱブルーベリー狩りのできるところだからお子さんとかね来られるだろうから、これもめっちゃ面白いですね。めっちゃ匂いもいいですね。本当に強い香りが。いただきます。うん、めちゃめちゃブルーベリーの味が濃くて、さすがブルーベリー狩りできるところって感じですね。本当にめちゃくちゃ風味もあるし色も可愛いし、めちゃくちゃ美味しいです。ミントとブルーベリーの感じもめっちゃマリアージュしてて美味しいです。ぜひ来てみてください。飲んでみてください。ありがとうございます。はい、ということで今同じ土俵に立った共感のねお手本行きたいと思います。お願いします。見てください、この芸術的なこの色味、芸術家にあってもいい具合の色味です。見てください、僕の iPhone の待ち受け画面みたいになってます。いけるんじゃない。はい、こちらです。まず混ぜずにね、いただきます。おー、やっぱなんか市販のものと違うところってあって、やっぱちょっと甘みが強いです。はい、この農園だからこそかな、この飲んだ時の入ってくるブルーベリーが大粒なんですよ。こう食感だったり色味だったり味わい全て楽しめます。皆さんもぜひ。おい、この時間がやってまいりました。順位付けを、あ順位付け、まず2位の方からちょっと肩をポンと叩いていただければ。あ、そう、目を閉じるスタイルで、はい、熾烈な争いが続いています。はい、お願いします。やったーやったーな、やったーでいいんですか。でも2位ですよね。2位か、2位ですよね。なるほど、3位を免れた。なるほどなるほど、本当に美味しかったんで皆さん来てください。ワンツートップが望ましいですもんね。ああ、まあそうですね、こっちとしては。そうですね、やっぱ、はいはいはい、やっぱ教会に勝つっていうのがやっぱ目的で来てるんで、そんな簡単に下克上できると思うんだよ。1位を肩を叩く感じでお願いします。おわー、やっぱ共感って名乗りますね。共感ですね。まあ総括すると本当にどっちもいいリポート。いや、ありがとうございます。すごい、いい食リポでした。もうさっきと全然 MC の力が違う。確かに全然違う。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上です。
気をつけ、はい、レイありがとうございました。